はい。ということで、どうも皆さん、こんにちは。底辺でございます。えー、競馬論第13回ですね。えー、まあ、今週ね、えー、一応まあ、朝日ハフューシャリティステークスあるんですけども、えー、まあ、それは一旦お湯でで、ね、えー、今回はですね、えー、あ記念の方をですね、えー、展望していきたいなと思います。はい。まあ、今のところ、登録は20頭ですね。はい。<laughs> まあ、この中で、ね、あの、ネット競馬のね、予想をつ出てますが、 なんと、予想一番人気、タスティエラということで。えー、そうか、タスティエラか。ジャスティンパレスじゃないんやね。もう、絶対ジャスティンパレス一番人気やろう思ってたら、まさかのタスティエラですか。まあそうですね。まあ確かにね、クラシックね、参戦全部連帯してるし、で、ジョッキーもムーはジョッキーですし、3歳馬ですからね、金量も恩恵ありましてね。まあ、自力があんな間違いないですからね。<laughs> 僕も場合によっては本命にしようかなって思ってるんですが、まあそうですね、本命はやっぱり僕はタイトルホルダーかな。で、しかも今予想オッズで10倍ついてるんで、オッズ的にも美味しいですけど、はい、あの、まあね、前走ジャパンカップ5着でしたけど、あれはた、まあ、確かに5着は5着でしたけど、あれ価値ある5着やと思うんですよ、僕の中ではね。最後、<laughs> ダノンベルーガに刺されそうになったところきっちり粘った、 っていうところは、やっぱり評価できるかなと正直思います。で、ね、えー、前走から距離も伸びて、まあ、タイトルホルダーに関してはね、距離伸びれば伸びるほどいいですからね。で、そんなになんか、無理に大逃げを打つような馬も、多分おらんし、で、右回りね。うん、投球。やっぱタイトルホルダー右回りですね。で、直線の短い中山で。いや、もう僕、タイトルホルダーが勝つ、 勝つしかないんちゃうかなって思うんですけどね。どうでしょう皆さん。対抗で言えばジャスティン・パレスでしょうね。<coughs> 一置取りさえ良ければ、この馬確実に馬券圏,圏内行きますからね。どんな距離でも行けるし、どんなペースでも行けるし、正直一番安定してますよね。このメンツの中やったらね。あとはスターズ・オン・アースもね、ルメール・ジョッキー、安城大幅強化。まあ、ビュイク,ク・ジョッキーもね、この前一置取りが完璧でしたけど、 スターズ・オン・アスボルメールジョッキーで、ねこの前も <laughs>、全然リバティアイランドに劣らない走りをね、見せてくれましたし、まあ中山の、スターズ・オン・アス中山走ってるのかな中山の実績がちょっとわからないですけども、あ、走ってるわ。フェアリー・ステークスで2着。うん、まあでも、今回あれですね、 今、キャリアで一番長い距離ですね。2500やから。まあ、距離的にはちょっと不安もないことはないですけど、まあ、スターズ・オン・アースもね、軸候補としてはいいんじゃないでしょうか。で、やっぱりね、スルー・セブンシーズンは気になりますよね。はい。まあ、前走の凱旋門賞で4着、まあ、海外帰りでどうなんかなっていうのはあるんですけど、やっぱりね、グランプリを、グランプリをとか池崎ジョッキーが乗るんで、そうですね。で、あのス、 宝塚記念の末足見たらね、やっぱりね、直線の短い中山といえど <coughs>、ね、進路、進路さえ空いてればもう突き抜けてくると思うんで、このままう警戒ですよね。で、あとはね、アイアン、ウィン・マリリン引退レース。で、アイアン・バローズがね、ちょっともう、めちゃくちゃ気になるんですよ。この前のステイヤーズ・ステークスもね、絶妙な、絶妙なペースでね、もう前の方で競馬して、 そのまま押し切って買ってますからね。アイアンバローズちょっと穴に、穴所では一番気になってるかな。で、あとはね、シャフリアルがこっち来ましたね。えー、香港、香港回避っていうか、その <coughs>、体調、体調面に問題があるみたいな感じで、出走取り消しになってこっち来ましたね。まだちょっと暗状が未定ですけど、そうですね、シャフリアル。ちょっと怖いな、なんかね。エフフフォーリア世代ということで。 ね今回タイトルホルダーとシャフリアル、このエフフォーリア世代が2頭出ますからね。ああ、でも、5歳馬で言ったら、このタイトルホルダーとシャフリアルと、スルーセムシーズンも5歳馬か。まあそうですね、ここにエフフォーリアがいないっていうのがね、うん、やっぱり、寂しいなっていう思いもありますけど。<laughs> で、あとはソウルオーレンスも結構人気しそうですね、どうやら。予想オッズで4番人気ですか。 まあ、あジョッキー乗り換わりってことで、もう僕はなんか、たけしジョッキーやってのソウルオーリエンスやと思ってるんですけど、まあ、あの、今日、今朝ですね、追い切りがあって、ソウルオーリエンスと、えー、ウィン・マリリンが合わせ馬でやってて、でソウルオーリエンスが結構状態がいいんですよ。でね、サツキショ買ってますし、まあ、ただ距離がね、サツキショの時よりか伸びますけど、まあ、あまあね、この馬もね、えー、クラシック全部ね、馬券には入ってますから、そうですね、<laughs> でね、爆発的な末足持ってますからね。まあ、このまま、このまま怖いっちゃ怖いんですけど。でね、もうドウデュースの扱いにずっと迷ってるんですよ、僕は。ドウデュースどうしよう、みたいな。追い切り、今,え今朝の追い切りで、ラスト1春の11秒ちょうどで、しかも竹がジョッキーがね、竹がジョッキーとコンビ復活ということで、気にはなりますよねうーん、ってとこだ。<laughs> ドーデュース。まあ、ちょっとこれは最初追い切りと、そうですね、当日の馬体重とかもみんな飽きませんね、ドーデュースに関しては。ドーデュースね、基本的に大幅マイナス体重やったら来ないイメージがあるんですよね。うん。で、あとはね、ディープボンドに関してもね、正直ね、もう7歳版になってくると G1 ね、メンツ的にも厳しいと思うんで、ディープボンド、ここか来年の春天か、どっちかですね。もう、正直、 ここがラストチャンスちゃうかなと。メンバーはメンバーですけど、勝つんやったらここちゃうかなと。アンジョーもね、マーカンド騎士に乗り換わりですからね。ちょっと、和田隆二騎士からの乗り換わりは正直ね、ちょっと、ね、思うところは <laughs> ありますけども。<coughs> まあ、ね、陣営もそれ、それだけ勝負かけてるってことなんで、そうですね、ディープボンドも応援したいなとは思います。はい。でね、ここに来てハーパーが来ましたね。ハーパーもね、 結構安定して走ってるし、多分距離不問なんで、この馬も。<laughs> でね、予想をーツで8番人気ですから、ね、万が一勝つようなことがあれば結構美味しいですね。勝てる能力はあると思いますよ。ね、エリザベス上杯でコバ相手にもしっかり三、えー、着してますし、まあ、ただ、ジョッキーが岩田未来ジョッキーということで <laughs>、そうですね、まあ、 ずっとね、これまでルメルジョッキーと川田ジョッキーが乗ってますから、まあ安状の面ではどうしてもね、ちょっと、ねまあただ岩田未来ジョッキーもね、ジオン初制がかかってますからね。で、3歳貧馬ですからね、金量も恩恵はありますし、ってとこかな。<laughs> で、あとはね、ブローザホーンなんか気になりますよ。ねえ、こんな、えー、想定14番人気ですけど、こんな人気の低 人気が低くなるような馬ではないんですよね、きっと。ブローザホーンの能力自体はすごいもの持ってますから、札幌日記オープンなんかすごかったんで <laughs>、まあ、ブローザホーン <coughs>、まあ、有馬記念出てくるんやったら、えーまあ、馬券には入れておきた馬ですね。で、あとはね、プ,プラダリアにムルザバヒョジョッキーが乗ると。もうムルザバヒョジョッキーはもう絶対抑えとかな、だめです。はい、絶対抑えとかな、だめです。 で、あとはね、4ーエミズなんかはね、個人的に僕、2回お世話になってますから。えっ、ー、と、七夕賞と、えー、この前の福島記念ね。2回お世話になりまし、た <laughs> かなりお世話になりましたんで、4ーエミズ、確か多分ここで引退なんかな。確かね。ここで引退なんで、まあ、まあ登録してますからね、抽選突破してこれば、抽選抽選ではね、出走してくるんであれば、<coughs> まあ正直頭ってなると、 厳しいかなと思うんですけど、このままもいい足持ってますから、ね、ワンチャン、ば、馬券に絡んでくるっていう可能性は全然あるんで、方へ水なんかも僕は馬券には入れておきたいなと思います。その他もね、重賞ナーはじめ豪華メンバーが <laughs> 集結しておりますんで、いやー、ね、すごいな、ね、このメッツ改めて見て、ね。 おととしのダービー場とね、今年のダービーは、じゃあ、ダービーは3世代揃ってるんですかね。いや、ここにイクイノックスがいないっていうのがちょっとね、ちょっとなんか、ま、悲しいっていうとあれですけど、こんなオールスターの中で、こんなオールスターの中でのイクイノックスっていうのを見てみたかったし、この今の3歳世代とイクイノックスの対決も見てみたかったし、<laughs> ね。 うん。いやー、楽しみですね。はい。さあ、皆さんの本命は何でしょうかもしよかったらね、コメント欄で、もしね、あの、この動画をね、奇跡的に見つけてくださってですね、えー、もしよければね、有馬記念の皆さんの本命、もしくはおシウマをね、えー、コメント欄で教えていただければと思います。はい。で、あと、まあちょっとまあそうですね、今週の重症についてもちょっと言及しておきましょうかね。まあ、ターコイズステークスはちょっと一旦置いときます。はい。えー、フューチャリティの方ですけども、 ま、あそうですね。あの、<coughs> ま、あ今朝ね、えー、まあ、水曜大いきりが行われましてですね。うん、ま、あそうですね。フューチャリティの方、ま、あ状態で言えば、シュトラウス、えー、っと、ミホの反路でですね、50秒4。確かえー、っとね、ニュースを見たんですけど、このミホの反路の最速タイのタイムを記録したということで、こ、これはもうシュトラウス、 本命でいいんじゃないですかねってぐらいです。はい。で、あとは、タイムだけ見たらですね、<laughs> えー、まあ、クリーンエアとかも気になるところかな。まあ、クリーンエアですとか、そうですね、アナウマですけど、オーサムストロークなんかもあ,ありかなっていう。ちょっと朝日杯はまだ絞れてないですね。もう、 ターコイズステークスはね、もう今日の粉コーストのタイム見て、粉コースト本命でいいかなと思ってます。はい。まあ、ちょっとね、三歳馬にしてはハンデが重いですけど、一周前の動き抜群やったんで、粉コーストでいいんちゃうかなと思いますね。で、今週からね、竹がジョッキーが復帰されるということで。まあ、それも含めて、エコロバルツね、えー、このままちょっと気にはなってますが、<laughs> ま、そんなところでございます。ということで、有馬記念、えー、皆さん楽しみにしましょう。はい。ね。まあ、クリスマスイブですけどね、そんなもん知ったことじゃないですよ。ね。あり記念ですよ。ね。クリスマスイブじゃないですよ。有馬記念の日です。はい。はい、ということで、えー、本日の動画はこれで以上になります。えー、よければですね、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。えー、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。